皆さんこんにちは。コーヒーを愛しすぎた男、岩崎泰三です。本日はスペシャルゲストがスウェーデンからやってきております。ドドン。はじめまして。ありがとうございます。突然のハイテンションに驚いたんじゃないですか。びっくりしました。さっきまでまったり雑談してたんですけども、今日はこれもうご紹介難しいんですが、大きな枠組みで言うとパティシエさんって言っちゃって大丈夫ですか？そうです。パティシエ兼なんだろう、レシピ本著者みたいな感じで名乗っております。なるほど。日本とスウェーデンを股にかけて大活躍のベントラアイさんに今日はいらしていただきました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お招きくださって。いやいや、日本にはいつ頃到着されたんですか？ちょうどね、1週間前です。1週間前。あ、じゃあもう完全に今は日本人。日本人ですよ。もともと日本人でございます。スムーズに日本語が出てくる状態にはなる。たまに忘れちゃうかな。ねえ、だってもうどのぐらい向こうに住まわれてる？ああ、もうすぐ10年になります。そうするとどっちかっていうとスウェーデン語が先に出ちゃったりするんじゃないですか？そうですね、言葉によってはなんかスウェーデン語が出ちゃう時とかも、うん、例えば急に道にバナナの皮が起こってて、うん、滑っちゃった時に、はい、なんていう？おい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 それ日本語じゃなくて、うん、日本語じゃなくてスウェーデン語でおっとっとみたいな感じのおいって、とっさに出る言葉ってね。びっくりした時の言葉って出ちゃいますね。いや、まあそんなベントラアイちゃんに今日はですね、まあどうしてスウェーデンで、まあパティシエさんとしてのお菓子研究家としての活動されているのかっていうところから、まあスウェーデンといえば、まあ、北欧という大きな枠組みで、まあ、非常に有名な話なんでコーヒーマニア皆さんご存知だと思いますけど、世界一コーヒーを飲みまくっている人たちですよね。まあ、そこら辺のコーヒー文化について伺いたいなと思ってます。はい、で、あの私の姉の陽子が以前このポジションにね見ました。ね、あの陽子と泰三の対決動画とのこのギャップがまたね陽子の後で泰三こんなになってたもんね、あの時対決ではなかった。で、今回愛さんは陽子からの紹介で、ね、そうなんです。もうお姉様には大変お世話になっております。うんうん、で今日初めてお会いするんですけど、もう全然初めて会った感じがない。いや、私の方こそなんか陽子さんと喋ってるみたい。そっくりですよねそういう意味何なんでしょうね、このなんか昔から友達だったかみたいなのはなんかこう同じ空気感を共有してる不思議なね、なんかそういうシンパシーがあるなって気がしますね。で、実はベントラアイちゃんがコーディネートしている、まあ、お菓子キットを泰三のところで製造させていただいて、はい、そうなんです。製造をお世話になっております。突然何の話だっていう方も多いんじゃないかと思いますので、まあ、ちょっとねこういったものなんですけども、はい、北欧フィーカキット、北欧フィーカキットで、今日は北欧のフィーカという言葉がもうバン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 出てくると思うんで、ぜひ皆さんついてきていただきたいと思いますけど、フィーカっていうのが、まあ、かなりコーヒーを含んだ大きな概念として、うん、はい、まあ、スウェーデンでは定着してるんですよね。スウェーデン人にはもう、なんだろう、スウェーデン語の中でスウェーデン人が一番誇りに思っているスウェーデン語の単語ぐらいと言っても過言じゃないぐらい大切な言葉であり文化です。すごいね、そこまでフィーカの権利がね、他の国にはないだろうっていうことで、そうだよね、なんかフィーカの時間は絶対守られてるって話を陽子に聞いて、うん、法律で保障されてるんですかね。そうですね、企業とかだとちゃんとフィーカの時間を設けるっていう、うん、まあ、フィーカって大体おやつっていう感じでいいんですか？うん、コーヒー、ほぼほぼコーヒーを飲む方がほとんどですけど、うん、コーヒータイムみたいな感じですね。コーヒーを飲みつつ、まあ、甘いものはあったりなかったりしますけど、あることが多くて、あ、甘いものを取り、なんかお菓子中心なのかなと思ったけど、コーヒー中心、コーヒー中心なんだ。そうですね、飲み物は欠かせないので。来ましたね。ほぼほぼコーヒー飲む方が多いです。うん、なるほどね。じゃあ今日はそんな北欧のフィーカタイムをちょっとご一緒させていただきながら、はい、いろいろとね、愛さんのことを伺いたいと思います。フィーカしましょう。はい、よろしくお願いいたします。さあ、愛さんは日本に久々に帰ってきた感じなんですか？ね、前回、うん、秋に実は1回帰国して、その後2回目、前回の時は、ね、3年ぶりに帰国しました。3年ぶり、うん、本当にしばらくね、やっぱね、コロナで帰れなかったので。そうですよね、はい、
でもベントラー愛ちゃんの YouTube チャンネルもうご覧になってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、もうね本当楽しいですよね。ありがとうございます。愛さんが作り出すあのゆるい雰囲気はあのうちの姉の陽子とも通ずるところがあるなと感じつつ、あとあのキッズの可愛さと輝き半端じゃないですか。わちゃわちゃしてるチャンネルでございます。めちゃくちゃ可愛いですよ。3人子供がおりまして、うん、天使ですね本当にね。で一緒にお菓子作ったりね。天使な時もあればイラッとくる時も多いですけどね。実際毎日を過ごしてますと、そのイラッとしてる感じも動画を通してちょっと出てたりしますよね。そうですね、包み隠さず。それが魅力なんですけど、まあ、ベントラー愛ちゃんのあれはボンアイボン、ボンアイモン、ね、スウェーデン暮らしのレシピという YouTube チャンネルを概要欄から、ね、チェックしていただきたいと思います。よかったら見てください。いやもう早速日本に到着した動画何本か見たんですけど、はい、めちゃくちゃ楽しそうに日本旅してるじゃないですか。そうですね、子供たちにとってすごい新鮮な、うん、いや楽しかったのにあの 山って言ってたじゃないですか。山を初めて見たみたいなリアクション。そう、私が、ね、興奮しちゃって見ました皆さん。山があるって言って我々にとっては結構山ってあるもんだと思ってたけど、うん、見慣れた景色なんですけど、うん、スウェーデンって平らな土地が多いので、うん、森と湖しかないんですよ。山が周りにないから、そういえばそうなんだよね。こう山が周りにあるだけですごい新鮮で、いやお子さんたちが山今から登るみたいに、山その山があるよみたいなそれだけで母興奮みたいな。本当にね、もうめちゃくちゃ可愛い雰囲気出てて最高でしたね。今日は実はね、うんうんうん、スウェーデンから来たってことでスウェーデンからのお土産を持ってまいりました。スウェーデンからのお土産、はい、うん、いくつかいろいろあります。結構スウェーデンからのお土産は前回ね陽子との対談生配信で過激なお土産いろいろいただいて、あーはい見ました、見ました、そのすごい面白くて、で、あの中で特にこう話題にされてたこれ、これじゃないですかこれこの猫のねサルミヤキですよね。リコリス早速登場ですね。あのこれは陽子さんから預かってまいりました足りないだろう泰造ってこと。きっともう亡くなった頃かなって。ありがとうございますこんなもう亡くなった。本当かよ。すごいお好きなんですね。でも意外と、いや泰造はねなかなかあれなんですけど、コーヒーに意外と合うっていうのはあの発見しましたね。これでもスウェーデン人はコーヒーと合わせるの？いや合わせないよね。さすがに私実は苦手なんですよこれ、はい、持ってきたんですけどね。ありがとうございます。お納めくださいませ。いや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 、あとあのね、うんうん、フィーカっていうことで今日はね私が普段飲んでるコーヒー豆を持ってきました。普段ご自宅で飲んでる、うん、コーヒー、このブランドはね泰造がスウェーデン行った時にお土産で買ってきたこと。あ、そうなんですか。なんて言うんですか。ローフベリー、ローフベリー、ローフベリー、うん、ローフベリー、フィーカ専用コーヒー。そう、フィーカっていう名前のローフベリーの中でもフィーカすごいね。コーヒーラバースネクストジェネレーションフィーカコーヒーラバーズなんだか全然わかんないですけど、このブランドはあのスーパーとかで結構あれですか。はい、どこでも手に入ります。どこでも売ってるようなやつ、うん、いやじゃあもう本当今日はスウェーデンのもういつものフィーカをってことで早速入れていいですか。お願いします。ぜひぜひ、うん、深入りが好きなんですか。私はどっちかっていうと深入りが好きですね。最近スウェーデンというと、うんうん、スペシャルティーコーヒーの浅入り系のロースターさんもすごい増えてる。そういうお店もね増えてきてます。若者に人気のエリアとかで浅入りのを出すお店も増えてきてますね。私が行った 3,4 年前でも、うんうん、かなりそういうスペシャルティーコーヒーの専門店あって、はい、ドロップコーヒーとか、ドロップコーヒーとかヨハンドニューストロム、素晴らしいコーヒー屋じゃないですか。ああいうのはどうですか、ニューウェーブは。ああいうとこも好きです、ねえ、うん、おしゃれだし。あ、ダークローストといってもどうですか。ダークローストですねと言ってもダークローストですね。おお、そこそこダークですけど日本のテロテロの深入りとはやっぱちょっと違う雰囲気ですね。じゃあ早速細かく見ちゃっていいですか。お願いします。結構新鮮、まだ3ヶ月ぐらい。今日はあのなんとなくコーヒー入れるなら、うん、あの歴史あるメリタかなと思って、はい、メリタ式置いておいたのでこちらでじゃあ早速ドリップしちゃっていいですか。お願いいたします。
今日はこのサルミヤッキをお土産でいただいたんですけど、はい、このマリアージュも存分に楽しみ済みなの で、 そうですね、私も今日は結構なので、うん、で今日は、ね、結構でございます。またなんか違う、これはヨーコさんからなので、はい、後ほどお召し上がりください。でじゃあなんか今日はピーカっぽい、私ね一応お菓子を作ってるっていうことで、やっぱり自分の作ったものを食べてね、コーヒーと合わせていただきたいなと思って、はいはいはい、うん、お菓子も作ってきました。今日はいスウェーデン菓子を作ってきましたよ。スウェーデンのフィーカには欠かせない旗も立ててきました。来ましたね。これご存知ですよね。これはあれですね、掃除機みたいなやつ、ね、はい、掃除機、はい、ダムスーガレという名前の、ダムスね、うん、ダムス来た来たっていう、これ手作りのダムスーガレ。そうなんですよ、前回あの陽子さんからのお土産では市販のものだったと思うんですけど、うん、今回はあのコーヒーかキットを使って私が作った手作りのダムスーガレ。うちでやってるあのキットでこれができる、うん、作っていただいてるキットでこれが出来上がります。すごい、これがね8個出来上がるキットなんです。この緑になる色の元も、色の元はご自身で好きな色に変えていただける。そういうことなんですね、うん、ピンクにして可愛くしてもいいし、気になってしょうがない。定番は緑ね。でこれがね、うん、もうフィーカといったらシナモンロール、うん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 、国民食といっても過言ではないぐらいのスウェーデン菓子でございます。シナモンロールです。こちらも北欧フィーカキットで、このサイズのものが10個作れます。うん、ソピバで売ってんでしたっけ。ソピバさんで、ソピバのサイト、ね、ぜひちょっと皆さんご覧ください。あの概要欄に貼っておきますので、ヨーコがやってる北欧の、まあ、雑貨もろもろの、ね、EC サイトがあるんですけど、そこでこれって愛さんがこうプロの技で作ったからこんなに輝いてるんじゃなくて、はい、いや違います、誰がやっても、皆さんが作っても、うん、誰が作ってもこのように作れるようにレシピを考えて、キットを考えて、うん、そのキットの粉をこう小分けしてっていう作業をうちでやってるっていうのがこうなるんだ、本当にお世話になっております。お手本初めて見ましたんで、今日結構あのときめいてますけど。どうします、どっちで合わせますか。ちょっとコーヒー飲んでから決めましょうか。とりあえず、はい、このフィーカ専用ブレンドの味を見てから、じゃあどちらかにそのコーヒーの味からマリアージュ決めるっていう形でね、いきたいなと思います。じゃあ早速、温度は推定80度台後半、88度ぐらいかなというつもりで、沸騰したお湯を、常温の、今日結構ね気温低めなので、常温のポットペリカンに移しました。ペリカンちゃんと結構熱吸いますからね。抽出始めちゃいましょう。じゃあコーヒーを入れながら、はい、愛さんにいろいろとこう質問したいなと思うんですけど、はい、そもそも愛さんはなんでスウェーデンにいらっしゃるんでしたっけ。そもそもは、夫の仕事の関係ですね、うんうん、転職を機に、もともと夫はあの、うんうん、アメリカ人なんですけど、アメリカ人、日本に住んでたんですよ。日本に11年に 住、 ん、うん、住んでいて、まあ、結婚を機にどこか別の国に2人で移住して冒険してみようかみたいな。マジっすか。そんな感じなんですよ。そんなこと本当にあるの。あるんですよ、まあ、その当時はまだ子供いなかったし、どこからスウェーデンが出てくるのかなと思ったけど、はい、最初は世界中で移住先を決め探して、世界中で移住先を探したの、うん、はい、楽しすぎませんそれ。そうですよね、自由すぎますよ ね、当時は子供いなかったですから。いやじゃあ世界どこでもできる仕事してると。そうですね、まあコンピューター系なので、あのソフトウェアエンジニアをやっていたので、どこでもまあ仕事は見つけやすいということで、彼のやりたい会社、勤めたい会社のある場所で決めようっていうことで、最初はアメリカとかヨーロッパとか、うん、でだんだん、まあ、アメリカはちょっとつまんないかなみたいな、まあ、アメリカ人なのでアメリカ人だから、ね、いつでも住めるから冒険をしたいってとこから始まってんだもんね。挑戦のある方がいいっていうことで英語圏はやめようになって、挑戦のある方がいいちょっと変わり者なんですよ。攻めてるね、はい、それでそうだねって言ってたわけですか。私的には海外に住んだことがないので、うん、どこに行っても新しい挑戦じゃないですか、冒険。海外に住んだことはないけど英語とかはできてたんですか。できなかったんですよ夫が日本語ペラペラだったんで。それ、ね、夫も結構なチャレンジャーだなと思いますけど、愛さんすごいねそれ。何も考えてなかったでしょうね。それ勘弁してくれよっていうのは、せめて英語圏とかはないの。あ、英語もできないんだから一緒でしょっていうことで、うん、そもそもね、
どこでも楽しいと思うみたいな感じで、愛さんすでにその時点で日本でお菓子のお仕事を、その当時からお菓子作りはやってたんですね。やってました。お菓子作って自分のお店をやったりとか、うん、製菓学校を通ってパティスリーとかレストランとかで働いて、はいはいはい、その後自分のお店をやってました。ね、小さなお店ですけど。おお、じゃあそのお店は、まあ、どうしても日本でやんなきゃいけないっていうこだわりは別になかった。まあ3年ぐらいやったので、うんうんうん、まあ、次のステップというか、うん、まあ、海外に行ってその国のお菓子の文化とかを吸収して、うん、それをまたいつか日本とかで披露することができたら面白いんじゃないかなっていう。なるほどね。ただの好奇心ですね。いや、てっきりなんかスウェーデンと特別な縁があってもともと住んでてとか、うん、そういうことかなと思った。縁もゆかりもございません。その流れからそう、これあの愛さんの著書なんですけど、はい、スウェーデンの、スウェーデンの出版社から出版しました。うんうんうん、スウェーデン語で書きました。え、自分でスウェーデン語で。はい、書きました。これがもうよくわかんないけど、いきなりできるもんなのそれ。いやいやいや、やっぱり言葉には相当苦労しまして、もうスウェーデン語もちろんできないし、英語もできないし、家族も友達もいない状態で行ったので、最初はものすごい苦労して、もう生活ができないぐらい困ってしまって、スーパーに行っても書いてある言葉がわからないので、英語とか書いてないから、自分が何を買っていいのかわからなくて、スーパーの買い物に2時間ぐらいかかるみたいな。そこからのスタート。そのぐらい苦労したんですよ。いや、もうちょっとそれ長くなりそうなんで、コーヒー飲みながら話しましょう。お願いします。じゃあできましたよ。いつもスウェーデンで飲んでる味と違うか、ちょっとね、はい、感想聞かせてください。これじゃあちょっとアクリニコちゃんも、ありがとうございます。それでは皆さん、召し上がれ。いただきます。いやー、なんか心地よい香り、香ばしさ。うん、まさに落ち着くだね。落ち着きます。さりげないこう優しさで包まれてる感じ。あんまりこうフレーバーがどうとか味がどうとかがないところがすっごいほっこりする。こんな感じですか、スウェーデンで飲んでる。はい、まさにこんな感じでございます。いや、今もすでにここはストックホルムになりましたね。ということで、森と湖の背景におそらく今なってんじゃないかなと思いますけど。じゃあ愛ちゃん、ちょっとさっきの話の続きで、はい、英語もスウェーデン語も全然できないっていう状態で向こうに移住して、はい、お菓子研究家としての活動がそこからスタートしたと。そうですね、まあ喋、うん、れなくて結構辛い思いをしながら必死でスウェーデン語は勉強したんですけど、うん、その中でもこうホームパーティーとか友達同士とかで集まったり招待された時とかに、なるべく自分で作ったお菓子とかを持って行ったりとか。そうするとスウェーデン菓子はいきなり作れないでしょ。だって作れないから勉強してたんですか。まあ日本の菓子だったり西洋の菓子だったりいろいろですけど、うん、まあ、甘いものが好きな国民性なんですよ、フィーカという文化が。まあ、フィーカの国が、ね、そう、そうだよね。それが私にとってすごいラッキーだったなっていう、あの国で。確かに、もう甘いものの女神が日本からやってきたぞみたいな。そうなんですよ、みんな大好きだから。しかもスウェーデンにないレシピを持ってるわけだ。いっぱい持ってるんです。日本のお菓子もじゃあ向こうで。そうです。それはびっくりするんじゃないですか。そうなんですよ。なるほどね。それで今この本見ると、需要があるっていうことで、ヤパンスカっていうんですか、うん、ジャパンスカ、ヤパンスカバークベルクっていうのが日本のお菓子っていう意味のタイトル、ね、日本のお菓子って書いてある、ね、日本のお菓子の本です。これをスウェーデンで出すに至ったの。うん、そうなんですよ。めちゃくちゃすごいじゃん。ね、びっくりしますよね、何も喋れなかったのに。和菓子っていうジャンル大きく、まあ、日本のお菓子っていう風に大きくくくってるんですけど、うん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 、この本を書く前にこうポップアップカフェみたいなものをやっていて、うん、そこで日本のお菓子とかを売り始めて、それですごい話題になって出版社の耳に入って出版のオファーをいただいたんですけど、スウェーデンで日本のお菓子作ってる人がいるよと、うん、もうそれだけでニュース。それまでいなかったから、いないと思うよ。新聞とかラジオとかいっぱい来ちゃって。ちょっと見ていいですか。この見てください、見てください。どんなのを載せてるんですか。羊羹とかそういう話。羊羹はね、団子だね、普通に。ページに乗り切らなくてなんですけど、うん、アンパンじゃん。そう、桜の。そう、なるほど。菓子パンとかも
抹茶のロールケーキとかも。そうです。あ、これはショートケーキ。日本のお菓子。そうです、日本のお菓子。あ、そうなの。そうなんですよ。一応この中では、うん、洋菓子、和菓子、菓子パンっていう3つのカテゴリーに分けて掲載してるんですけど、洋菓子は日本のお菓子って。そうなんですよ。ラーメンとカレーと同じような話、うん、もしかして日本の中にいると洋菓子って、うん、こう西洋から来たものっていう、うんうん、日本のものじゃないって日本の方は思うんですけど、実際に外に出てみると海外、西洋の中にはないんですよね、うん、日本で、まあ、もともとはやっぱりアメリカとかイギリスとか西洋から入ってきたものなんだけど、うん、それが時を経て日本人の舌に、繊細な舌に合うように、ね、日本人の職人の技によってもう美味しくブラッシュアップされたものなんです。海外でイチゴのショートケーキとか食べて、うん、あんなにふんわりしっとりしたお菓子ないよね。ない、全然別物です、ね、マジで日本のお菓子すごいなって、うん、海外行くと思いますけど、似たようなものはあっても全然違うんですよ。スウェーデン人とかもやっぱ日本のショートケーキが食べたい、うん、もうね、思いっきりスウェーデン語なんだけど、はい、チョコショートとか、これご自身で書いた。これはそうです、なんか筆ペンで書いてほしいって言われてそんなにうまくないけどいいのって言ったら日本語で書いてくれる。それ以外全部読めないというレシピ本、うん、はい、いや、スウェーデン人のデザイナーに言われて書きました。すごいね。ポンっていう和菓子っていうのはそれはそれであるの。和菓子もありますよ、和菓子のページがあって豪快。あ、いちご大福。いちご大福とかがすごい人気。衝撃でしょ。これね、大人気なんですよ実は。イベントとかで販売するともう真っ先に売り切れるいちご大福すごい意外ですよね。花見団子団子もね、あの絵文字ってあるじゃないですか。絵文字って日本発祥なんですよ。ああ、そうみたいね。そう、で、その中に団子の絵文字があって、うんうんうん、それでみんなね結構団子に憧れを持っているんです。いやー、純和菓子はもちろん日本のお菓子ですけど、うん、それだけじゃなくて菓子パンとかも、すごいな、うん、あんパンとかも日本のものですし、メロンパンもないですからね。メロンパンね、そう、大人気ですよ。日本のメロンパンすごいよね。いやー、ちょっと食いしん坊トークがひたすら炸裂してますけどそうするともう日本とスウェーデンをつなぐお菓子大使みたいな感じですね。そう、甘い橋をかけたいみたいなのを目標に掲げております。甘い橋をかけたい、それスウェーデンで言うとなんだろう、スウートブロン全然わかんなくてすいません、まあ、それっぽいね、やっぱりね。そういうなんか文化をつないでいく、もう本当それは一お菓子作りとはもう全然違う領域ですね。そうですね、うん、新しい、まあ、本格っていうのもスウェーデンで始めたことですよね、うん、なんかその文化の交流とか国際理解とか、はい、もうその多様性っていう部分において、うん、相当幅広い活動されてる。やってますね、気づけば、ね、なんかそう考えるとこの安定のシナモンロールよりダムスーガレでコーヒーマリアージュしたい感じになってくるね。この愛ちゃんがスウェーデンで日本とスウェーデンのお菓子の文化をミックスした結果、うん、日本の消費者の方にダムスーガレ作ってみってことで、はい、こっちは変わった面白いお菓子だからぜひ紹介したいなって。変わってるし面白いし、うんうん、本当になんだか分かんないこれそうですよね、ちょっとダムスーガレがちょっと待ちきれないんで食べちゃっていいですか、ね、召し上がってください。これってパクッといくの。うん、パクッといきます。パクッといく、うん、このより過激な色の方もらっていい？お願いします。発色が違うよね。ちょっと別で作ったから別のマジパンでこねたんで色がちょっとまばらになってしまいました。じゃあ、ちゃんはい、いただきます。召し上がれ、召し上がれ。いえ、これこのままパクですね。パクです。うん、うん、本当に日本で食べることないですね、うん、この味は。うん、うん、コーヒー、コーヒー欲しくなる。うん、うん、うん、結構ね、よくわかんない味ですよ甘いんで、あの、うん、なんか広い枠組みでお菓子食べてるっていうのは間違いないですけど、なんか感じたことのないバランス感っていうんですかね、うん、これをこのコーヒーに受け止めてもらいたい。うん、平和な世界にすと落ち着く。大丈夫だよダムスーガレ
この受け止める包容力すごいですね。でもう一回ダムスがね、もうプチアドベンチャーですねこれ。香りがね、特徴があります。何味なの？アラック、アラックアロマっていう香料を入れてるんですよ。これもスウェーデン独特なもので、表現できない。なんかハーブっぽい感じとか、ちょっとこう植物的なニュアンスがあるんですけど、それと同時に結構こうナッツっぽい、アーモンドっぽい感じ。この周りがねマジパンなんで、アーモンドです。その感じの中に、まあ、無理やり言うとよもぎ感みたいなのがほんのりあるかもしれないですね。アラックっていうのが、サトウキビを原料とした蒸留酒なんですよ、でその香りを抽出して作ってるのがアラックアロマっていう香料で、このお菓子を作るために。なんか不思議な香り、でもこれがね癖になる。このアラックアロマはそのままお酒としても飲む？アラックっていう、そのまま飲む人は今あんまりいないんですけど、それをプンシュという、あのリキュールにして、シロップとかとレモンとかと混ぜて、リキュールにしたものを飲んだりはしますね。知らないものがいっぱいありますね、それを全部吸収して、でこの第2冊目の、さっきから聞きたくてしょうがなかったそうですよね、タイトルが気になりますね。バカ皮でしょ。これね、バカ可愛いってパッと見日本の方は読めちゃうんですけど、バーカ可愛い日本語じゃないの？日本語じゃない。可愛いはもちろん日本語から来てますけど、バーカ可愛いです。これインパクト強すぎだよねこれはバーカっていうのは、英語で言うベイク、お菓子を作るっていう意味なんですよ。だからつまり可愛いを焼くみたいな、ここにもちょっと日本語入れたんですけど、可愛いお菓子を作るみたいな意味のタイトルです。このでも本の装丁がめちゃくちゃ可愛くて、そうすごいおしゃれなんですよ。デザイナーこれ銀座6の蔦屋書店にあるよね。日本にも、これは日本語ではないの？これもスウェーデン語で書いて、でも今後他の、国でも、あの トランスレート翻訳出版する予定もあります。どこ日本じゃないですけどね、日本以外の国で両方それぞれなんですけど、なんかノルウェーとデンマークとスペインとドイツ語が今決まってるかな、4カ国決まってます。このタイトルのインパクト、可愛いって通じます？可愛いは通じます、通じるんだ、世界で可愛いと言ったらこう日本の可愛い文化、これはでも日本だけじゃなくて、こうアジアの、東アジアの可愛いお菓子についての本なんですよ材料がいろいろ載ってる。そう、みりん風も載ってますね。スウェーデンで手に入るこのアジアのお菓子を作るための材料、今流行りだこれ、はい、ね、フルーツサンドとかね、フルーツサンドでこうちょっと可愛い模様、食パン、そう食パンもすごい本だな、これ欲しいな、でも全然読めないな手に入れても、日本語もぜひちょっと、日本では ね今ね、スウェーデン北欧菓子の本をね、これから書く予定がございます。そうですか、実はスウェーデンでは日本菓子の本出して、日本でスウェーデン菓子の本、そうなんです、はい、嬉しいことに、もう食文化の架け橋ですね、はい、頑張ってます。素晴らしいいやー、じゃあ今回のその本をいろいろ出版される流れと、おそらくこのうちでもね手伝わせていただいているフィーカキットっていうのはなんとなくこう紐付いてくるようなところもあるかもしれないですけど、この北欧フィーカキットっていうのはもうトラディショナルのレシピをこうキットにしてるっていうことですよね。そうです、愛ちゃんのオリジナルっていうよりは向こうの味っていう、向こうの味を日本の家庭で再現できるように作ってます。じゃあ、材料も日本で手に入らないものとかがあるんですか？もうあるんですよ。それであれ全部じゃないけど、カルダモンとかさ、カルダモンとか、カルダモンの粗挽きですよ。そうなんですよ。すっげえいい香りのやつが、この焙煎所ではないところでこの北欧のフィーカキット用のパウダーとかね、あの粉とか材料の小分け袋詰め作業やってるんですけど、すっごいいい香り、爽やかですよね。日本でいうカルダモンの香りと違うんですよね。日本ってね、パウダーしか売ってなかったりするから、基本的にないですよね。ないんですよ。あとホールのね、ガリガリの皮がついてるのしかないから、やっぱりそういうところで、
向こうの味っていうのが正しく再現できるようになってるんですね。そう、そこ、ちなみにこのスウェーデンの旗はついてるんですか？ついてきます。ついてんの。ここも大事なポイントで。本当についてんだ。やっぱ出来上がったところに旗を刺してフィーカータイムを楽しんでほしいっていうことで。じゃあシナモンロールとあとはバージョンは何があるんですか？バージョンはね、今もう8種類あって、実はそんなにやってんだ。そうなんですよ、まあ、季節のお菓子とかもあって、シナモンロールは通年通して食べるんですけど、うん、シナモンロール、ハロングロットルというラズベリーのジャムが入ってる、ラズベリーの洞窟っていう名前のソフトクッキーと、いちいちなんか名前がいいよね、うん、可愛いですよね、うん、あとさっきのダムスーガレと掃除機ね、はい、うん、掃除機、それからセムラセムラね、大人気のお菓子。セムラといえばあのイケアに行くと結構セムラいつも、ね、ありますよね。季節のお菓子なんです、あれも。そうなんだ、うん、2月3月ぐらいに食べるものです。自宅で作れちゃう。それも作れちゃいます。本当に相当大変なんじゃないの。まあちょっとシナモンロールより工程は多くなりますけど、うん、できます。え、初心者でもできる。もちろん。うちで手伝ってるけど、ちょっと全然そういう進化してると知らなかった、うん、8種類もあると思いませんよね。8種類ももう出てるんですね、うん、いやじゃあ説明をちゃんと読んで、はい、説明書最近読めるようになりましたから。説明書もありますし、動画でもサポートしてます。あ、なるほど。そう、私とね、子供たちが毎回お手伝いをしてくれて、うん、そうだ、その動画がポイントなんですよ。あ、フィーカキットだ、うん、まあ、子供が一緒でも作れますよっていうのをお見せするために、ね、子供たちにそのアシスタントを頼んで、つまみ食いばっかりしてるんですけどね。そのつまみ食い動画はこちらです、はい、ご覧ください。フィーカキットの詳細についても概要欄の方に貼っておきますので、もしご興味ございましたらぜひともね、皆さんチェックしてみてください。いやー、愛さんありがとうございます。ちょっとね、もうシナモンロール食べたくてしょうがないですけど今日この動画長すぎちゃうんで、シナモンロール編また次やりましょうよ。そうですね、シナモンロールにどんなコーヒーが合うのかっていうのをぜひちょっとやらせてもらいたいなと。お願いします。実はこのサイトの中でスウェーデンブレンド、フィンランドブレンドっていう2種類のスペシャルブレンドを私の、あのオリジナルブレンドで作らせていただいていて、これはもう発表した当時は大使館といろいろこう絡んでですね、日本とスウェーデン、日本とフィンランドの国交が始まってからの記念すべき年にということで、まあ出させていただいたものが今でも販売してます。で、そのスウェーデンブレンドとフィンランドブレンド、どっちの方が本当にシナモンロールに合うのかっていうのをちょっとね、一回やってみたいなと思ってて。うん、気になります、どっちが合うのか。フィンランドは結構クラシックなコーヒーを作っていて、まあ、スウェーデンの方はどちらかというとスペシャルティーっぽいモダンな味わいを作っていて、全然違うんですけど、まあ、ちょっとその対決、はい、この後別動画でやらせてください。何の対決だか分かんないですけど、ね、フィンランドバーサス、フィンランドとスウェーデンがシナモンロールを巡ってバトルするというね、そういう対決動画になると思いますので、まあ、そちらの後半の方もぜひとも皆さんお楽しみにお待ちいただければと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。リックリーベットカフェリーベット。